大井川上流部にあります田代ダムです。こちらの水は山梨県側に流れ出ているんですが、リニア工事の期間中、一定期間取水抑制することによって県外へ流れ出る分を相殺するということです。品川名古屋間を40分で結ぶリニア中央新幹線。リニア工事をめぐっては、大井川の水が減ると懸念されていた水問題が、田代ダム案の前進によって解決に向かって大きく動き始めています。ただ静岡県にとってリニア問題は水だけでなく、工事で出た土の置き場や自然環境への影響など、議論しなくてはいけない課題がまだまだ山積しています。発生動機場の候補地、藤島です。こちらにはすでに以前別の会社が工事で出た土を盛り出しています。この場所にさらに20メートルほどの高さまでトンネル工事で出た土を盛るということです。南アルプスの標高およそ1000メートル、静岡市葵区の藤島です。 JR 東海はこの場所にリニア静岡工区のトンネル工事で出た自然由来の重金属を含む土を置く予定です。最大容量は10万立方メートル、高さにして20メートルほどまで盛り土をする予定となっています。ただこの場所をめぐっては高いハードルが。熱海土石流災害を受け、去年7月に施行した県の盛り土条例。この条例では、一定基準を超える有害物質を含む土を盛り土することを原則禁止としているのです。こうした対策が必要な土について、JR 東海はしっかりと対策を行うと説明しています。遮水口封じ込めというものでですね、それもシートが一重というのがあるんですが、我々はこのシートを二重にしたですね、より安全に、安全性を配慮したものをですね、採用するということで考えております。南アルプスに盛り土されることになる対策が必要な土、実は置き場となるのは藤島だけではありません。発生動機場の候補地であるつば九郎です。この場所にトンネル工事で発生した土のほとんどが盛られることになります。一度この木を伐採した後、盛り土をして再び緑を取り戻していくということです。標高およそ1300メートル、広さ14ヘクタールと東京ドーム3個分の広さがあるつば九郎発生土置き場。ここには単純計算で先ほどの藤島の36倍、およそ360万立方メートル分もの土を置くことができます。これはリニア中央新幹線の静岡工区で発生する土のほとんどが置ける量で、つば九郎は静岡工区最大の発生土置き場とされています。つば九郎発生土置き場は、まあ、平坦な位置、多少のね起伏はありますけども、いわゆる沢のようなですね、こんな斜面ではないということをまずご理解いただければ結構だと思います。 JR 東海は盛り土の断面の中に100年に一度の大雨を想定した排水設備を設置するなど安全性を確保するとしていますが、静岡県は周辺で土壌の中が崩れる深層崩壊が発生する懸念があるとして、 JR 東海に安全確保の再検討を求めています。一方、静岡市の難波市長は今月13日の協議会で、発生土置き場の候補地つば九郎周辺で大規模な深層崩壊が発生した場合でも、大井川の流量減少などへの影響は小さいとの見解を示しています。水問題から土の問題へとフェーズが変わってきているリニア問題。行政が JR 東海とどのように問題解決に向けて動いていくのか注目されます。